ほぼ 100% 抜けます。こんにちは、堀田大輝と弟のナオです。今回はめちゃめちゃシンプルで少し練習すればすぐできるようになるプッシュクロスというドリブルスキルを解説していきたいと思います。このように非常にシンプルでフロントチェンジ、レッグスルー、バックチェンジの代わりに使うことができます。速攻でディフェンスが1人待ち構えている場面を想定します。フロントチェンジで抜いてみます。レッグスルーで抜いてみます。バックチェンジで抜いてみます。プッシュクロスで抜いてみます。プッシュクロスにはついていけんわ。速攻の場面で自分がスピードに乗っている時や自分のディフェンスが明らかに足が遅いという場面で使うのが効果的です。それではやっていきましょう。1つ目、手の使い方。プッシュクロスはこのように手の中にボールがある状態で動かすスキルです。ここで注意しないといけないことは皆さん分かりますよね。そう、ダブルドリブルです。手のひらが天井を向いてしまうとダブルドリブルを取られてしまうので手は横、ボールの側面を触った状態でボールを動かします。2つ目、ボールを通す位置と落とす位置。まずボールを落とす位置から解説していきます。ボールを落とす位置は右でチェンジしたのなら左足の斜め前、左でチェンジしたのなら右足の斜め前に落とします。斜め前につくことが大切です。リードパスの原理と同じです。前につかないということは減速してしまうということです。スピードを出してディフェンスを抜くためにもしっかり斜め前につきましょう。次にボールを通す位置です。ボールを通す位置は胸の前です。胸よりも下で通してしまうと必然的にボールが落ちるスピードが速くなってしまいます。速く地面につくということはそれだけ前に出すことが難しくなるので足の斜め前をめがけて胸の前を通すようにしましょう。ナオトは胸の下を通して手前についてしまっているのでボールがすぐ地面についています。これでは斜め前につくことができず結果的にスピードが減速してしまいます。ボールの振り幅も小さいのでディフェンスを揺さぶることができません。僕は胸の前を通して斜め前についています。勢いを殺すことなくさらにスピードを上げることができボールの振り幅も大きいのでディフェンスを大きく揺さぶることができます。3つ目、ディフェンスの前に入る。プッシュクロスで最も肝心なのはスキルを使ってディフェンスを抜くことではなく抜いた後です。せっかくプッシュクロスでディフェンスを抜いたのにそのまま勢いで膨らんでしまうのをよく見かけます。これは非常にもったいないです。ディフェンスは最短ルートを通って追いかけてくるので確実に追いつかれてブロックされてしまいます。プッシュクロスでディフェンスを抜いたらディフェンスが追いかけてくるであろう最短ルートに自分が入ります。
そうすることでディフェンスを背中に抱えられるのでブロックされるのを防ぐことができます。ここまでできて初めてプッシュクロスを習得できたことになります。プッシュクロスの後は先日解説したバックシュートを取り入れるなどバリエーションを増やしてみましょう。はい、いかがでしょうか。プッシュクロスはシンプルザップス。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。またね。